はこんばんにちは、こんこん。今日はエイトマンの好きすぎて会いたいの振り付けをしたいと思います。イエーイ、こん。はい、それでは早速準備体操始めよう。手をよく使いますので、まず、はい、手首を回しましょうね。うん、とってもいいお天気。はい、次、手首を伸ばして、よく伸ばしておいてくださいね。はい、次、この指も使いますので、グッパグッパグッ、間にコン。はい、グッパグッパ、間にコン。はい、次はこのここよく使うので、つってしまうと大変なので、指もちょっとストレッチをしておきましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、反対も1、2、3、4、5、6、7、8。はい、これで手の体操はおしまいです。それでは早速振り付けに入りたいと思います。コン。はい、最初アイラビューから始まると思うんですけど、かわいい、とびっきりかわいい顔で、とびっきりかわいいハートを作りましょう。ポイント、手はお父さん指とお母さん指でハートを作ります。次にギュッと閉じてコン。はい、ここですぐに登場、キツネになります。 I love you が終わったらギュッコンです。で、コンした後にチュッチュッ、2回チューします。 I love you、 せーの、ギュッコンチュッチュッ、 OK ですか？ギュッコンチュッチュッときたら、次はコネコネコネ、3回コネコネします。 I love you、 せーの、ギュッコンチュッチュッ、コネコネコネ、できたら次、すぐに会いたいなので、ヒュー、ここでこのキツネさん2人をシューって離します。離すんですけど、すぐに会いたいので、コンコンコン、すぐに近づきましょう。いきますよ、ギュッコンチュッチュ、コネコネコネ、きたらシュコンコンコン、3回ジャンプして近づきます。さあ、ここまで大丈夫ですか？いきますよ、 I love you、 せーの、ギュッコンチュッチュ、コネコネコネ、シュコンコンコン、オッケーです。ここまで来たら次、気持ち隠せないなので、気持ちを隠せない、もう隠せないっていうのを表してください。いきますよ、気持ち、右から隠せないで、真ん中に戻ってきます。で、次、だからなので、だからで手を下に下ろします。だからラインスタンプって言うんですけど、ラインスタンプはこの四角四角を作って、携帯だったりタブレットだったりの画面を表してください。なので、だからラインスタンプはもちろん大好きなハートです。このハートを作って、スタンプで、次、会いたいなんですけど、会いたいはスタンプを送った後に、もう会いたすぎて会いたすぎてハートが大きくなるイメージをして、会いたいでハートに入ってしまいましょう。ハートに入って、会いたいって次、意思表示をします。なので、思いっきり会いたい、大好きな顔で意思表示してください。では、ここまでいきますよ。じゃあ最初からいきましょう。いきます、 I love you、 せーの、ギュッコンチュッチュ、コネコネコネ、シューコンコンコン、気持ち隠せない、だからラインスタンプで
ハートに入るね、意思表示、ここまで来ました。あと少しです。次は届け君への思いなので、届、自分の気持ちを届けなので、届け君へのこんちゅで狐で送りましょう。いきますよ。届け君への思い。さあここまで来ましたら一回音でやってみましょう。それではやってみましょう。可愛くハートを作ります。せーの。好きすぎて会いたい、すぐに会いたい、気持ち隠せない、だから LINE スタンプで会いたい、でまた意思表示、届け君への想い。どうですか？はい、できましたか？次また好きすぎて会いたいと繰り返すので、今やった振りを繰り返します。でも最後だけちょっと違うので見ておいてくださいね。いきますよ。最初のハートはなしです。君への想いで終わったら、次ギュッコンからスタートします。せーの。ギュッコンチュッチュ、こねこねこね、すーこんこんこん、気持ち隠せない、だから次インスタグラムでハートに入る、意思表示、届け君への思いで、最後君でちょっと長いので思いを込めてちょっと待って、君への思いでコン送ります、届けってキツネで送ってくださいね。わかりましたか？最後ちょっとだけ違います。最初はチュコンで送るんですけど、最後は君への思いで思いっきり気持ちを送ってください。それではここまでおさらいしてみましょう。いきますよ。 I love you、 せーの。ギュッコンチュッチュ、こねこねこね、すーこんこんこん、気持ち隠せない、だから LINE スタンプでハートに入る、意思表示、届け君へのチュッコン、ギュッコンチュッチュ、こねこねこね、すーこんこんこん、気持ち隠せない、だからインスタグラムでハートに入る、意思表示、届け君への想い、届けこん、できました。それではつなげて全部音でやってみましょう。ミュージックスタート。好きすぎて会いたい、すぐに会いたい、気持ち隠せない、だから LINE スタンプで会いたい、でまた意思表示、届け君への想い、好きすぎて会いたい、すぐに会いたい、気持ち隠せない、だからできましたか？この振り付けを覚えて、好きすぎて会いたいの曲に合わせて、大切な人や大好きな人に気持ちを届けましょう。それではありがとうございました。コン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 。